それでは、一時写像を表す行列について考えましょう。これまでやってきたようにですね、線形性を持つ写像のことを一時写像というのでした。そして、行列で定まる写像は一時写像であるということもわかりました。さて、行列で定まる写像以外に一時写像はあるのでしょうか答えは、一時写像はすべて行列で表されるということです。つまり、一時写像であることと、 行列の定める写像ということは必要十分条件ということです。ですから、xy で具体的に与えられた式も行列と xy の積で書けなければ、それは地位写像ではないということが直ちにわかるわけです。では簡単なため、r2 の一位変換 f で考えましょう。一位変換ですから、このような2つの性質を持つのでした。今、xy というベクトルを基本ベクトル e1、e2 の一時結合として表します。 そうすると、f カッコ xy の像はどうなるかというと、線形性によって f カッコ x1、e、プラス f カッコ y e2 となり、さらに線形性のうちのスカラ倍の性質によって xy の f1 プラス y f2 となります。したがって、今仮に a を fe1 と fe2 を並べた行列とします。fe1 と fe2 は r2 のベクトルですから、 これを列ベクトルとする行列ができます。この行列は当然 2×2 行列、正方行列ですけれども、このように置くと、最後に出てきた x 倍の f1 プラス y 倍の fe2 というのは fe1 と fe2 の一時結合で、その係数が xy ということですから、a×xy と表すことができます。つまり、f の像は、a の定める写像 ta という写像の像である。つまり F と TA は等しいということになるわけです。2の XY に対して F と TA の像は等しいですから、F は TA と等しいということなんですね。すなわち、A は一時写像 F を表す行列,行列ということができます。これは一般に RN から RM への一時写像の場合も同様です。例として、このような一時写像を考えると、一時変換を考えると、10の行き先は 何かというと、x のところを 1,y を0と置けばいいので、2、1になります。また、x、y を e2 と置くと、x を 0,y を1と置けばいいので、3-4となります。したがって、ベクトルは a、a イコール、fe1,fe2 イコール、2、21 1、2、3、1-4という行列と、x、y の積として表されるということがわかるわけです。それでは、あ少し応用してみましょう。 例題として、平面において原点を中心とするシータラジアン回転を考えます。この回転は、当然 f x、fx プラス y イコール fx, f カッコ x プラス y イコール fx プラス f y f カッコ cx イコール cfx を明らかに満たします。f を表す行列を求めてみましょう。はい。解法としては当然、10と01の像を求めればいいのでした。先ほど説明したように、 A というのを FE1、FE2 を並べた行列とすれば、F の、F というのは、この A によって定まるシャになるということでしたから、e、E1、E2 の行き先を考えます。当然、e、E1、E2 の行き先は、シーター回転ですから、10は cosθ ーー、sinθ ーー。01は、そもそも10を90度、2分の π 回転したものですから、それをさらにシーター回転したもので、 コサインカッコシータタす2分の π、サインカッコシータタす2分の π となります。これを簡単にすると、もちろんマイナスサインシータ、コサインシータということですから、シータ回転を表す行列は、コサインシータ、マイナスサインシータ、サインシータ、コサインシータとなるわけです。このことは、また次回以降詳しく見ていくことにしましょう。